まずは細かく砕いたブドウ糖をよくふるいにかけます。ビーカーに片栗粉と水と、これだけだと味気ないのでクエン酸を入れましょう。酸っぱいと口がすっきりしますからね。クエン酸は疲労にも効きますからね。で、混ぜ合わせ少々加熱します。そんなに少しでいいのか、クエン酸って。これはね、少量でも超酸っぱいんですよ。で、ブドウ糖に少しずつ混ぜて、揉んで揉んでギュッとして、はい、出来上がり。もう？こうやって小さく切り分けて自然乾燥させれば完璧です。おお。まだ固まりきってませんが、どうぞ。おお、ほんとだ、ラムネだ。すごい、ラムネってこんな風にできてるんだ。霧山君がすごいびっくりしてくれるので、実験のしがいがありますね。じゃあ重曹を入れたものも作ってみますか。重曹？炭酸水素ナトリウム、炭酸ですな。コーラみたいにシュワシュワしますぞ。僕やってみていいですか。どうぞどうぞ。いいですね、霧山君、科学の素晴らしさを分かっていただけてきたようですな。これって科学なの？もちろんです。何をおっしゃいます。